相変わらず素敵だね、黒き風よ。ミストが奏でるあやかしの歌に抱かれて眠るがいい。白銀のエチュード、12年前のあの時、私たちのいた世界とこの異界をつなぐもの、闇の柱は現れた。そしてあの巨大な2体のモンスター。異界は伯爵なる者が支配すると聞く。こちら初キースト、現在外界との連絡が取れない今、私にできることはこの子たちを守ることだけ。何かが始まろうとしている、それとももう始まっているのかも。私に見えるもの、行ってしまった地下鉄、乗り遅れた人々、新たな出会い、秩序への希望、その鍵を握るもの、シド。伯爵にここを知られた以上、長居は無用。別のアジトに移動だ。第八車発動、点検完了。トリオカ、ロックラ、急げ。潰れた機材は放っておけ。最低限必要なものだけ運べばいい。急いでくださいね。食べたらすぐに出発しますよ。ご飯ぐらいゆっくり食べようよ。本当はそうしたいんですけどね、地下鉄は待ってくれませんから。この辺りの地下の図面です。水脈がずっと広がってるでしょ。僕の予測が正しければ、この異界時計イザベルが示す地下鉄の次の駅はこの辺りになるはずです。じゃあ水脈をたどっていけば追いつけるってことだね。ご名答。
いてって。ただ異界ってのは常に変化してますからね。なかなか計算通りとはいかないのが難しいところですが。これが僕の技術と汗の結晶、キャサリンです。すごい。あらゆる走行シーンに対応する高機動性を実現したエンジン、エレニウムコンデンサーを2機搭載。異界の水はエレニウムというエネルギー物質を含んでいて、このキャサリンはそいつを推進力として利用した画期的なシステムなんです。ソイル機関の同型機と比較してなんと3割以上も重量カット。活動は地下水脈内に限られるものの、運動能力、エネルギー効率とも飛躍的な向上を遂げたのです。キャサリンは水上輸送艇の究極進化系です。やれやれ、またか。ナーブ、すぐに戻ってきてくれよ。シロがいないと戦力的にも厳しいからな。分かってます。ただ地下鉄だけはどうしてもこの目で確かめたくてね。これを当座の食料だ。こんなにたくさん、ありがとう。そのうちまたどこかで会うかもしれん。元気でな。お世話になりました。おしっぽけ。ポシェポケ、おとなしくなったみたいね。荷物半分になっちゃったけどね。キャサリン、発進します。いろいろありがとう。さようなら。これ死んだんだ。そのはずにございます。負けしちゃったら強すぎるんだから。あのマガンちゃん、もっとうーんといじめてあげたかったですのに。伯爵様、あの付近に潜んでいた地下組織の残党どもについてでありますが。ああ、うん、フングスの好きにしていいよ。あらま、お優しい。僕は今日は機嫌がいいんだ。やっと元のサイズに戻りましたゆえ、お任せあれ。風、どこに行ったのかな。あの銃の人ですか。ねえユウ、あの人はもう自分の道を行ったんだと思うの。だから私たちも目的にまっすぐ向かわなきゃね。うん、そう、理想の目的に。理想など知らぬ。世界がどうなろうと、どれほどの血が流れようと、たまらん。Thank you.
したか。それがしはガウディウム支配省が一人ブンブスになる地下組織の残党だな。反逆者どもの元へ案内してもらうぞ。あいつ死んでなかった。コモディーンのみんなを襲うつもりなの。仕方ない、予定のルートから外れますか。こちらへ誘導します。バイキン妖怪入りだ。させる特殊ワイヤーです。よし、行き。ワイヤーの強度が検討課題だな。来るわ。ウィング起動。くぬあっ、胸なりハイパーフック作動。道を外れちゃったみたい。ルートの再計算が必要ですね。うえ、酔った。調子に乗るから。ここが貴様らの墓場だ。地下鉄行っちゃうってチョコボが。そんな、俺のキャサリンに傷をつけるとは、てめえ命がいらねえようだ。ねえ、シド、このシド様の怒りの天罰思い知れ。なんのこれ。
異界時計イザベル、なりましたよね。さ、急ぎますよ。おそらく地下鉄はこの上でしょう。先に行ってください。傷ついたキャサリンを残していくなんて僕にはできません。でも地下鉄が行っちゃうよ。シド、いろいろ本当にありがとう。地下鉄はこの上だ。ソイルは決まった。死を包む眠り、スチールブレイク。湧き上がる血のたぎり、ヒートクリムゾン。そして闇を貫く閃光、ライトニングイエロー。うなれ召喚獣イッチオン。僕の胸に。死ぬかと思った。いや、疲れた。大丈夫かな、シド。それに風。そうね。どんな勝手な人でも生きていてほしい。
ファイナルファンタジーアンリミテッド。予言します。炎の砂漠を越えてオアシスを目指す旅人たち。愛の鼓動が止まるとき、リサの心は弾け散る。起源術、命守るもの。次回もアンリミテッドな導き。